2021年ね、最後の動画になります。今年1年間ね、本当にね、ありがとうございました。本当にね、見てくださって、そしてコメントくださって、本当にありがとうございました。ちょっとね、今年最後の動画になるんで、いろいろね、開封しながら喋っていきたいと思います。ただ喋ってたらね、つまんないと思うので、今ね、時刻が12月31日大晦日の2時30分ですね、今。もうこのままね、編集せずにもうすぐ出していきたいと思います、動画。皆さんね、本当に良いお年をお迎えください。ちょっとね、開けていきましょう。なんか、何買ったかね、忘れちゃったんですけど、ちょっととりあえず喋っていきます。開封してる時にね、リアクションこっちに気を取られずにね、ちょっと喋っていきたいと思います。今年ね、1年間とは言えないんですけど、ね、12月の初旬に YouTube の方から、今年のね、YouTube どうだったかみたいな感じで、まあ、どういう風にね、コメントをもらったのかとか、数とかが来るんですよね。そのね、YouTube のメールからだと、一応1600以上のコメントが12月の初旬だったかな。今だと多分年内だと1700ぐらいですかね、わかんないですけど、いただきましてね、本当にね、ありがとうございました。で、いいね数とかも出てたんですけど、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっともしね、よかったらここに貼れたらね、ちょっと編集の方だけ、ここに貼るだけね、貼っとこうと、思います。なので、本当にね、そういった皆さんの、もうコメントのおかげ、本当にね、コメントのおかげ、そして見ていただいてるおかげで、なんとかね、ちょっとまあ忙しくてね、時間ないながらも、YouTube の方をね、やってこれた、自分の趣味でね、まあ好きだからやってるだけなんですけど、でも本当にそういったね、皆さんのコメントのおかげでやってこれました。本当にね、ありがとうございました。来年のね、ドラゴンボール挑戦シールハーズ第3弾、スーパーになってからの第3弾でもピッコロね、大魔王活躍すると思います。僕のね、宿の様子を動画を作っていくんですけどね、一個だけちょっと言うとね、ピッコロ大魔王でシークレット来るんじゃないかなと予想してます。はい、という感じで、こんな感じでね、ちょっとマンダラケさんで買ってましたね。マンダラケさんは基本的に僕、中野か秋葉原に行ってますね。はい。という感じで、ちょっと何買ったかもね、覚えてなかったんですけど、こんな感じでした。オタチューさんのリパは、これ今から開封するんですけど、これね、昔、ちょっと買って、開けてないやつがね、ちょっとまだ残ってました。ちょっと忙しくてね、開封できてなかったんですよね。で、最後のオリパ、今年一応最後のオタチューさんのオリパ、オタチューさんオリパの動画としての最後は、一応ね、3日前ぐらいだったかな、に出しました。2日前ぐらいだったか、出しましたと。はい。で、自分はね、一応まあ、ドラゴンボールだけじゃなくてね、まあ、こういったポケカ、ね、ポケモンのね、カード、それからまあ、ウェハースなんですけど、まあ、鬼滅の刃っていうコンテンツ自体がね、ポケモンだったり、鬼滅の刃、っていうのがね、本当に大好きです。で、まあ、ポケモンね、あと、まあ、ドラゴンボールがね、まあ、ドラゴンボールがメインなんですけどね。なのでね、まあ、よかったらね、チャンネル登録の方もね、していただければ本当にね、嬉しい限りです。今、年内でね、1300人っていうのを目指したんですけどな、ちょっとね、難しそうですね。1300はちょっと難しそうなんですけど、まあ、地道にね、これからね、コツコツ動画上げていきたいと思うんですけど、なんかね、多分動画もね、最初は、もう3日に1回とかね、1週間に1回ぐらいにっていう予定だったんですけどね、なんか気づいたら、毎日配信者になってましたね、気づいたら。そう、で、取りだめが結構多いんですよね、今年1年間。なのでね、もっと本当は動画のね、もっとテンション高い時、もっとこう自分がね、テンションが高い時っていうか、なんて言うんだろう。これ以上テンション高くなるなっていう意見も、もしかしたらあるかもしれないですけど、なんか自分がもっとね、元気な時にね、本当はね、動画、OCP ベジット BM 球団だったね。いいですね。ちょっとね、結構今取りだめちゃってるんでね、来年はね、ちょっともうちょっと余裕持ちながらね、動画上げていきたいなと思います。3、2、1、ズン。おお、トランクス勢の。いいね、備品だね。相変わらずオタチューさんの状態は備品だって。ごめん、ちょっとこれもね、大当たりとかね、もう忘れちゃった、ちょっとすいません、忘れちゃった。はい、ということでね、1パック目トランクス勢のでした。まあ、この辺も開封していくという感じで、まあ、皆さん本当ね、今年1年どうでしたか？僕は本当いろんなことがあった1年でしたね。まあ、少しね、コロナもね、落ち着いてきたのは嬉しかったですね。少しだけコロナもね、まあ、またオミクロンとか言ってね、ちょっと本当にまた怖いですけど、ちょっと落ち着いてきたんじゃないかなというのは、ちょっと待って、なんか分厚い。嘘、最後未開封行くんのかな？てか未開封がラインナップされてるかどうかもわからないという状況なんですけど、ちょっと待ってね、行きますね。あーち、違った未開封じゃなかった。ただ単純にパンパンだと思ったっていう、最後の最後まで勘違いをしてしまうという感じでした。BM12 弾もめちゃめちゃ楽しみですね。スワール。はい、CP、トアの後、後ろに来るのは何でしょうか。さあ、行くぞ。さあ、本当にね、今年1年間皆さんありがとうございました。フリー、おお、備品？あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん、備品。ありがたい。これはありがたい。ふん。ふんじゃないズンだよね。めちゃめちゃいいね。これさ、備品持ってなかったんだよね。うわ、これは中当てに入ってるでしょ。ありがとう。2021年最後はフリーザでした。フリーザシークレットね。クラチェンフリーザはマジで家宝です。ということでね、ちょっとプレゼントもね、今ね、ほんとちょっとびっくりするぐらいの、信じられないぐらいの数をね、いただいてるんですけど、ごめんなさい。本当にまだね、開封できてないのは、ちょっと YouTube に上げたくて、どうしてもね、自分がやっぱり、テンションが、やっぱりさっきも言った通りね、疲れてる時とかに開封したくないので、自分がね、一番コンディションがいい時に、ちょっとね、あげたいという、ちょっと、ということでね、プレゼントの方もね、
ね、順次開封させていただきたいと思います。本当ね、すいません、先着順に一応届いた順にね、上げていこうと思ってます。今ね、内村さんとまさやんさんのね、プレゼントはね、ちょっと開封させていただきました。ブン。お、ミュー、いいね。さあ、ちょっとこれはね、来年ちょっと開封しながら。で、さっきね、ポケカ鬼滅の刃、それからドラゴンボールってさっき言ったんですけど、まあちょっと英語の方もね、ドラゴンボールで動画上げてるので、まあその辺はね、よかったら皆さん、ほんとスルーしていただいて、ちょっと今英語の方もね、頑張ってるので、少しだけ上達できたかなと思ってるんですけど、まだまだね、全然ダメですね。英語 もうちょっと頑張っていきたいと思います。ディアルガー、レシュロム、そして何でしょうかと。おー、ピカチュウ25周年ナンバーワン。はい、ありがとうございます。もうね、今バインダーにしまっててね、コンプリート目指してる感じですね。まだ25周年はコンプリートできてないんですよね。で、それから、まあ、ね、本当にね、なので今年1年間ね、本当にもうありがとうございますっていう話なんですけど、あの来年ね、一発目、これ年が明けた瞬間にちょっとね、おー、ゼンちゃん。地が明けた瞬間に、あのね、動画をね、出そうと思ってるんですけど、それがね、多分ね、秋葉原の深夜のね、真夜中に、秋葉原に行ってきましたっていう動画をね、ちょっと出そうかなと思ってるのが今予定ですね。ちょっと変わるかもしれないですけどね、多分予定では、それを一発目に、持っていきたいと思ってます。はい。なんでしょう、コンプリートできる。おー、2パックバラでゴッドレア、悪くないんじゃないでしょうか。悪くないね。来年もね、視聴者様にこう、プレゼントするようなね、こう、ツイッターと連動した、まあ、企画っていうのをね、やっていきたいと思いますし、いろいろね、動画をね、上げるのをね、ちょっと、考えてますと。もう、ドラゴンボールとか、この鬼滅とかじゃなくて、いろんなものが本当自分が好きで、そういったものもね、動画に上げていこうかなと。例えば、このハンターハンターとかもね、これ買って未開封のまま撮っといてなんですけど、これもね、ちょっと開封するような動画とか、大人買いできてるので、選手コンプできるっていうね、あの、ドラゴンボール挑戦シルエットのね、メタリックシェンロンみたいな、あの、悲惨な状況にはならないというようなね、もういろんなものをね、ちょっと開封しながら、まあ、コレクション紹介をね、ちょっと、多めにやっていこうかなと思ってます。まあ、あとこの辺のね、未開封のものとかもね、ちょっと開けて、そしてね、相変わらず個人様のね、オリパっていうのもね、ちょっとまだ開けられてないんでね、これもね、開けていこうかなと思ってます。いや、ね、本当にね、皆さん、本当に今年1年はね、ありがとうございました。本当にね、皆さんにとって、また来年、2022年も、いい年になることをね、願ってます。くすっと笑っていただければいいかなっていう感じです。うん、笑っていただければ嬉しいですね。そもそもね、コメントいただけること自体が、まあ、奇跡ですよね、正直。ありがたい限り、本当に。もう全部ね、読ませていただいてます。本当にね、ありがたいものばかり。ね、まあ、たまにね、声気持ち悪いって言われるのはね、正直ね、めっちゃわかる。編集してても、リアクションとかで、おい、なんだこの気持ち悪いのと思ったらね、まあ、自分なんだよね。そう。だから本当にね、そういうコメントもね、本当にありがとうございます。なので、じゃあ来年ね、一発目は、秋葉原の真夜中の深夜開封。それから、5年のね、カーズダス。ちょっとこれもしかしたらね、イングリッシュで、Hey guys! My name is Otto Hero. I'm gonna open this Dragon Ball Card Dust って感じで、英語で開けちゃうかもしれないですけど、とにかくね、ちょっと英語でもね、楽しんでいただけたらと思います。でも英語は見なくて大丈夫ですね。英語は見なくて大丈夫です。まあちょっとね、楽しんでいただいて、ちょっとどんなもんかなって見たかったら、見ていただくっていう感じでね。今年1年ありがとうございました。良いお年を。みんなにも見んのかな、みんな。ガキ使やってないね、今年。僕はね、ガキ使大好きなんでね、ガキ使見れなくてちょっと残念なんですけど、なんかまあ、じゃあ多分テレビ見ずにね、多分ね、この辺のなんか開封したり、YouTube の撮影しながら、年を迎えるのもいいかなとかっていうのもちょっと思ってます。はい。じゃあ皆さん本当に、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。で、22年、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。